皆さんこんにちは、ももちです。今日は自分がやりたい夢を反対された時についてお話をしていきます。今回もじゃーん、視聴者の方からいただいたお便りがあるので、こちらにねお答えしていくんだけど、自分が今やりたいことがあって反対されてるっていう方、絶対に最後まで見ていってください。これは本当にすごいので何がやねんって感じだね。はい、じゃあ読んでいきますね。ももちさんこんにちは。私はももちさんの発信を見ている中で、私も何か始めたい、何か与えていきたいと思って、自分辞典アドバイザーに興味を持っています。自分辞典アドバイザーになりたいっていうことを主人に伝えたところ、お前がそんなことできるのかだったりとか、お金を払って無駄になるんじゃないかと言われてしまい、やっぱり私には向いてないのかなと思って落ち込んでへこんでしまっています。私は出ていくのであれば主人にも応援してほしいなと思っていたのですが、ももちさんだったらこういう時どうやって相手を説得させますかっていうところです。ありがとうございます。いやー、これね、私も経験したことがあるし、あとこれ本当に生徒ちゃんの中でもこの悩み多いんですよ。まあ、これがやりたいことっていうケースもあるし、その自分がやっていることに批判されたりとか嫌な顔されたりとか反対された時にどうしていくかっていうところですね。これ私ね、何回も言っているんだけど、やっぱり自分ごとになるとどうしていいかわからなくなるんだろうなっていうのを感じているので、必ず同じような悩みを持っている方見ていてください。これはパートナーに反対されている場合でも、家族に反対されている場合でも同じで、大切な人に自分がやりたい、頑張りたいと思っていることを反対された時にどうするかっていうところですよね。もう私これ超得意なので、本当にこれは超有力見ててね。まずなんですけど、自分がやりたいと思っている、頑張りたいと思っていることを大切な家族、旦那さんに理解してほしいって思っているわけじゃないですか。大体のケース 99% の確率で相手も同じことを思ってます。つまりどういうことかっていうと、心配しているとか、本当にできるのか大丈夫かなって思ってるってことを理解してほしいっていうのを旦那さんもあなたに思っているんですよ。だからお互い理解してほしいと思ってるんでね、質問者さんの方は自分がやりたいと思っていることがあって、頑張りたいと思っていることを理解してほしい。で、旦那さんの方は心配しているだったりとか、本当に大丈夫かなって思っているっていうことを理解してほしいっていう風にお互いに思っていて、でもなんかうまく伝わらなかったりなんかで、まあ、そうなっちゃってるっていうのをまず知ってあげるといいかなと思います。自分がしてほしいことは相手にすべきなんですよ。だからまずは自分がその旦那さんの気持ちを理解してあげてください。そうだよね、自分がいきなり新しいことやりたいって言ったら心配するよねだったりとか、何をするかわからないからそう思うよねとか、高いお金を払うんだからどうだろうっていうのを思うよねみたいな感じで、まず理解をしてあげてください。これがやっぱり大事。お互いに理解してほしい、理解してほしいどうしたと、やっぱ怒りに変わってしまったりとか、言い合いになっちゃって、なんで理解してくれないんだろう、なんで理解してくれないんだろう、私はこんなことしたいのにってなってしまうと、やっぱりその感情をぶつけていけばぶつけていくほど相手は批判したりとか反対していくんだよね。だからまずは自分が理解してほしいって思ってるってことに気づいた上で、相手も理解してほしいんだなって思ってるってことに目を向けてあげてください。二つ目なんだけど、反対される人がいるっていうことは、自分の心の奥底で無意識感も含めて、自分にはできないかもしれないだったりとか、自分は大丈夫かなっていう、自分も自分のことを若干疑ってるところがあるから言われるんですよね。これ投影っていう風な言い方をするんだけど、要は自分が思ってるから相手から言われるんですよ。だから自分が思っていることを相手を通して見せてくれてるだけです。いやいや、私はいいと思ってるよって思うかもしれないんだけど、よくよく考えてみてほしいですよ。絶対にいい、絶対にうまくいく、絶対に自分自身アドバイザーになって、私は超うまくいくし最高だし、これを絶対受けるべきだっていう風に思っていたら、旦那さんから反対された時の反応って絶対変わると思うんだよね。え、なんで反対するの、え、何言ってんの、え、どうしたのみたいな感じになるはずなんですよ。でもそうじゃなくて、悩んでるってことはやっぱり若干自分の中でもどこかで無意識感を含めて自分にはできるかなって思ってるからなんだよね。別に思っちゃうことが悪いわけでもなくて、まあ、大体やっぱ新しいことに挑戦しようと思ったら思うわけですよね。だって初めて新しいことに挑戦するわけなんだからさ、自分にできるかな、大丈夫かなって思うのが普通です。だから、あ、自分もちょっと思ってるから相手から言われてるんだなっていう風にしてあげると、ちょっと気分が楽になるかな。だから二つ目は、自分が思ってるから相手から言われている。この世界って本当に全部自分が作り出しているので、やっぱりどうしてもすごく大切にしてる方だったりとか、自分が好きな人とかには応援してほしいって思うじゃない。そういう方から反対されてしまうと、どうしても冷静でいられなくなって、自分が世界を作ってるってことをどうしても忘れてしまう、忘れてしまって、この人はなんで賛成してくれないんだろうって思っちゃったりとかするんだけど、結局それも自分が作り出しているんだよね。そこを忘れないでほしいな。最後3つ目、これが本当に一番大事なところになるんですけども、相手は変えられないっていうところです。人の気持ちって変えられないんですよね。相手を変えようとしない、説得させようと
をしないっていうのがすごく大事なポイントになります。説得させようとすればすること必ず反対されてしまったりとか言われてしまうっていうのが大きくなっちゃうので、説得させるっていうのはやめてください。説得しようと思ってもやっぱり相手も自分が理解してほしい、自分は正しいって思ってるわけだから、説得しようとすると嫌になっちゃったりとかするんで、ね、だからどうしてほしいかっていうと、相手に言われたいと思っていることを自分が自分に言ってあげるんですよ。私ねこれねインスタライブでも何回も言ったりとかしているんだけど、でもやっぱり皆さんは絶対その立場になった時に忘れます。これを伝えるとそうでした、ももちさん言ってましたねって毎回なるんだけど、これが一番大事なの。自分が相手から欲しい言葉を自分に言ってあげる。2個目のところに話した通り、なんで相手から反対されるかっていうと、自分が若干思ってるんだよね。そうやって相手を通して自分がそう思ってしまっていることを見せてきてるだけなんですよ。さらに言うと、人間ってね、誰かから言われたい、例えば旦那さんから賛成してほしいって思っているかもしれないんだけど、それはダミーで、本当は自分が自分から一番賛成してほしい、信じてほしいって思ってるんですよ。だから自分が自分に言ってあげてください。つもまささんのケースで言うと、自分が自分してアドバイザーになりたいと思っていて反対されたってことだよね。じゃあ質問者さんは本当は旦那さんになんて言って欲しかったのか、これを考えてください。皆さんのケースだと反対された時になんて言って欲しかったかですよね。考えてみてね。多分めっちゃいいじゃん、やってみなよとか、まるまるならできるよとか、いいじゃん、面白そうだね、応援してるよとか、何かあったら相談してね、手伝うからね、みたいなポジティブなことを多分言って欲しかったと思うんだよね。それがさ、心配してるからっていうのはいくら分かってたとしても、お前ならできるよって背中を押して欲しかったところ、大丈夫って逆に心配したりとか足止めするような言葉を投げかけられてしまったわけだよね。だから悲しいし傷つくわけですよ。本当は自分は相手に賛成して欲しかった、応援して欲しかった、お前ならできるよってちょっと不安な気持ちがあるところとかを背中を押して欲しかったと思うんだよね。これを相手から言うのを待つんじゃなくて、自分が自分に言うんです。例えばね、私がこのケースをしたら、鏡とかに向かって顔を見て、ももち大丈夫だよ、ももちなら絶対に自分してアドバイザーなんて活躍できるよとか言ってあげたりとか、ももちなら絶対大丈夫だよ、うまくいくに決まってるよとかを言ってあげるんですよ。さらに言うと、もうちょっと自分に寄り添う系とかで言うと、旦那さんに反対されてももち悲しかったよねとか、本当は応援してほしかったよね、でも私はももちのことを応援するよっていうのを自分が自分に言ってあげるんですよ。自分って絶対に自分の味方でいてほしいと思っているし、これはやっぱ相手に求めてしまうと、相手を変えようとしてしまったりとか、求めれば求めるほどそういう言葉って聞けなかったりとかするんだけど、自分が自分に言ってあげるの、これはもっとコストゼロですし、言いたいと思う時に鏡に向かって言えばいいだけなので、相手からの言葉を待つ必要もないんですよ。いやいや、なんかそんな恥ずかしいことって思うかもしれないんだけど、効果絶大です。本当に騙されたと思ってマジでやってほしいんだけど、相手から欲しいんじゃなくて自分から応援の言葉が欲しいんです。自分がまだまだ本当にできるかなって心配になってるところを相手から言って欲しかったかもしれないんだけど、それはダミーで、自分が自分のことを応援してほしい、見守ってほしい、信じてほしいんですよ、私たちって。だから自分が自分に必ず言ってあげてください。これはもう気も済むまで言ってあげてください。もう何回何回言ってもいいし、何日かだけに言ってもいいし、そうするとだんだん多分、ね、安心してくると思う。そうなるといよいよ相手が変わります。これもう本当にもう何回も何回も実証されてきてるから、本当に信じてやってみてほしいです。そうすると相手が変わります。相手が応援するよって言ってくれたりとか、え、誰、別人っていうぐらい変わってくるんです。あなたこの前反対してたよねみたいな、ちょっと笑える感じになってくるんだけど、言ってくれるようになっていきます。もしくは反対する人っていうのが目の前からいなくなります。それはね、なんか悲しいお別れってケースとかもあるかもしれないんだけど、でも自分のことを応援してくれるってことには変わりはなくて、まあ大体の確率で相手が変わりますね。これね、もう一個言うとね、相手が変わるというよりは、自分が自分のことを応援してるって言ってあげるので、相手から言われなくてもいいやって思ってくるんですよ、心のどこかで。で、相手に反対されたこととかを忘れた頃に賛成してくれたりとかすると。だから本当にこれはやってみてほしいなって思います。これはどんなケースでも一緒です。自分が今頑張っていることを反対された時でもそうだし、転職したい、何かビジネスしたい、夢に向かって何かやりたいことがある、こういう生活をしてみたいと思った時も同じです。これは私はもう 2,3 回ぐらいやってきて、もう毎回相手はやっぱり最終的に変わってくれて、賛成するようになってくれていって、本当に自分の世界がどんどん優しくなっていたので、絶対絶対悩んでる方やってみてください。はい、そんな感じで今日の動画は終わりにしたいと思います。今日も皆さんお便りありがとうございました。またね、ももちに答えてほしいってものがある方は、概要欄に載っているインスタグラムの DM の方からいただければ、こういった形でお答えさせていただければと思います。じゃあ今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。